結局タクシーで国際センター駅までやってきちゃいました。ここにもなんかヨドバシ通りっていうのかな、折り橋通りかな、だそうです。ちょっとごめんなさい、ちょっと時間がないんで、もう信号変わっちゃうんで行っちゃいますけど、まあ、というのがあるということで、飛行機雲もスラッとしていいですね。やっぱり暑い時はちょっとお金あるんだったら、なんかタクシーはちょっとケチらないで乗った方が安全かなというか、700円ぐらいでちょっと暑さしのげんだったら安いものかなと思います。ということで、仙台市営地下鉄東西線の国際センター駅、こっから仙台駅まで行っちゃいましょうか。まあ、すごく自然の豊かそうなところから、まあ、入ってくる。やっぱり幅広いですね。さっき大橋から見たとき、なんか地上部分を走ってたじゃないですか。多分ここも地上に駅があるんじゃないかなとは思うんですけれども。で、隣の、大町西公園か。で、まあ、地下に潜るかなという、そういう感じだと思います。さあ、その読みは当たるか。もしかしたら、ここに来たらもう地下になってるのかもしれない。地下っぽいですけどね。地下っぽいですね。あの区間だけなのかもしれないですね。今度はじゃあ一番ホーム、仙台荒井方面でこれ行きますよ。で、確かに国際線、そこは駅名表あると思うんですけど、電車が来る方は確かに地下なんですけれども、次大町西公園、さっき降りたところに行くと、もう駅出ちゃったらすぐに地上部分に出るんですね。あそこだけなのかもしれないですけども、ちょっと乗って確かめてみましょう。ここのトンネルは四角いですね。こっちの景色からどの辺が地上区間か見てみましょうか。多分ここ地下。あ、そうですね。トンネルか地下か。で、あっちはあれかな、高速道路か、東北自動車道かなっていう気分。広瀬川を渡ります。でもあっちの方に大橋ありますからね。で、もうこの辺からトンネルかな。こんな感じですね。ああ、なるほど、こんな感じか。まあそんなに坂道感の、車内の坂道感は感じないので。まあ、ここだけ土地が低いんだろうなという、そういう感じはしました。ということで大町西公園、あと2つ後の仙台まで行きます。地下鉄の仙台駅にやってまいりました。で、今だいたい1時ちょうどぐらい。これ汗拭きと、それからスマホの加熱防止っていうか、加熱を抑制するためにちょっと濡らしたタオルを持って歩いてるんですけど、今日はやっぱりでもこのエスカレーターの長さ見るから見ると分かるんですけれども、この路線は深いところを走ってるなっていうのはなんとなく見当がつきます。多分この辺あたりをどうかな、ですね、多分ですよ、多分だけれども、こういうところを南北線が走ってんじゃないかなと、ちょうど交わってんじゃないかなという気がします。本当かどうかは分かりませんので、ちょっと検証していただければと思うんですけれども、でも深さ的にここかなって気はするんですよね。 だから若干土台あって上かなっていう気はするんですけども。あ、前でカップルがイチャイチャしてる。今こう来たでしょ。こう来てもぐるっこうか、こう来てこう来た感じだから、こう行けば仙台駅か。ちょっと迷うかもしれないですね。なんか、こっから登ってきまして、 JR の仙台駅にまでやってきました。昨日の今日はここまでって言ったのが、多分歩道橋の向こう側あたりだと思うんですけれども、
ちょっととりあえず眺めのいいところか駅の位置関係見ながら歩いていきましょうか。まあ、眺めはいいんですけど、まあ、なんせ暑いです。今日33度ぐらいあるらしいというけど、でロフトでパルコで、盛岡駅、まあ、新幹線のホームですね。そしたらば一旦ですね、線路じゃなかったあの自由通路渡って、反対側の方に行きたいと思います。昨日夜来ましたけど、また昼間歩くとまた違いますね。すごく開放感があっていいです。まあいいですよね、こういう空間は。これでもうちょっとなんか涼しかったらいいんですけど、まあそこはしゃあないな。あ、でも若干日陰なのと気持ちいい風が入ってきてるんで、そんなに暑い気はしない。でこの通路はなんか名前ついてるみたいな、ちょっと逆光になってるの判断しようか。なんか森の日だまりガレリアというそういう名前がついてあって、センス2016って書いてあるんで、まだこれできて2年ぐらいしか経ってないんですね。意外と新しいんだ。意外と新しいですね。で私本当にもう人生初仙台なので、この仙台しか知りませんから、今ちょっとあそこのヨドバシカメラに行って、USB メモリー32ギガをちょっと増設しまして、まあ、2000円弱ですね。ポイント使ったのでもうちょっと安くなったんですけども。そして、仙台駅に戻ってまいりまして、さあ、あとはもうで、次の地方に行くというだけになりますね。あ、でも大きくて立派いいですね。ああいうなんかテラスがあるあたりのなんかあっちのなんかスタバかな、なんかお店があるんですけど、上が3階がスタバだな、あっちがスタバですけど、なんていうかな、ああいうなんかテラスのあるところって好きですね。ちょっとワンフロア登ってみましょうか。時間もあるし、バカみたいには急がないって感じでも、バカみたいに急がないけどちょっと急がないとって感じですね。東口方面の2階のところにATM コーナーがあったんで、やっぱりあれですね、このナンバー銀行、77銀行って言ったかな、昔札幌にもあったんですけども、77銀行の ATM があるっていうのも、なんかこれもあれですよね、なんか仙台らしいなというそういう雰囲気ですけれども、まあ、ゆうちょがあるとやっぱりいろいろ便利。全国どこでもあるから、ゆうちょっていうのは。私北海道銀行とゆうちょ銀行と持ってるって感じなんですよね。まあ、あともうちょっと持ってるっちゃ持ってるんですけど、ちょっとそれは黙っておきますけどね。ただ、でも北海道民だと、北海道銀行か北洋銀行どっちかと、それからゆうちょ銀行があると、まあ、そこそこ便利かなという、まあ、あと農協とか信用金庫とか漁協とかいろいろありますけどね。まあ、とりあえずお金も下ろして、まあ、若干軍資金を増やしまして、じゃあもう仙台駅の方に、実際の駅の方に行きたいんですけれども、で JR 線は左斜めまっすぐということで、こっちですね、こちらに行きますが、あ、ただこっちが新幹線の方に行けるっていう、昨日の夜言いましたよね。ではなくてこっち行けと。あ、東改札なんだ、なるほどね。さて切符買いましたら、こちらですね、仙台から1140円の場所に行きます。仙台から1440円、こちらの方に路線図がございますけれども、ですね、そうですね、1440円あれば福島の方であれば、伊達、桑折、藤田なんかありますね。それから、山形、蔵王とか、それから天童のあたりとかで、大崎っていうのがありますね、こっちの東北線じゃなくて何線だこれとか、それから東北線はなんか、新田とかっていうところがありますけど、それからこれが石巻線か、石巻線だと寝長川あたり行っちゃうんですね。それから茨城県の鹿島とかあるんですけれども、今回私が行きますのはこちらの山形駅行きます。次は山形に移動して、今日はもう山形移動しておしまいみたいな、そんな感じですけど、単純に行きます。
今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録そしていいねボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。あとあの太郎の雑学カフェこちらの方もあのやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。